はい、どうもこんにちは、ツインです。だいぶ間が空いてしまったんですけれども、キューキットを作ろうのコーナーですね、また作っていこうと思います。で、今回は、キューキット、もちろん再販品なんですけども、ギャンですね、はい、144分の1のキューキットのギャンになります。これを選んだ理由は特にはないんですけども、ニコニコのね、ニコニコのあの生放送中に何作ろうかなって言った時に、手持ちにある、僕がね、手持ちにあるキット名を言った時に、ギャンとかがいいんじゃないのっていうことで、じゃあギャンにしようかということになりました。で、もうちょっとそのキューキットのコーナーをね、これからキューキットのコーナーをまだまだどんどんやっていこうと思うんですけども、キューキットって当たり前なんですけど、昔のキットじゃないですか。再販をされてるけどね。再販をされてるんだけれども、逆に言うと、再販されてるキットじゃないと手に入らないんですよね。昔からね、持ってるキットがあれば、もちろん昔のキット作ればいいんだけども、基本あんまりもう残ってないし、買うことも難しい。たとえ持ってたとしても、ですよ、再販されないキットを、作るのってもう僕もコレクターになってしまうので、その何ていうかな、気持ち的にコレクターの気持ちなんだよね。プラモデルを作るという気持ちよりもコレクターの気持ちになってしまうので、再販されないキットってなかなか作れないんですよ。そういうこともあって、再販されるキット、前回はザブングル、その前もマクロスで、今回もガンプラということで、なかなかね、その再販されるキットばっかりになってしまうんですけれども、ということでですね、しばらくはガンプラ144分の1というか、その旧キットのね、このシリーズをやっていこうと思います。サクサクっとね、特にもうそんなにね、細かいことを説明しなくてもいいんじゃないかなという、今までのね、動画とかで結構いろいろ紹介しているので、サクサクっとこんな感じでっていつものようにね、やっていこうと思います。はい、ということで、キットレビューからいきますか。はい、ということで成形色すごいな。ちょっとね、こんな成形色だったかなっていう色ですよね。昔ね、子供の頃ギャン僕作ったことあるんですけど、こんな色だったかな、この色だったと思うんだけどな。皆さん記憶どうですか。こんな鮮やかなパステルカラーの水色でしたか。こんな色だったかな。こんな色だったのかもしれないね。成形色ね、結構変わってるものもあるので、もしかしたら変わったのかもしれないんですけど、ちょっと僕、ギャン作ったことがあるにもかかわらず覚えてないですね。というわけで、144分の1のこのシリーズはですね、ランナー2枚ですね。開けましょうか。よいしょ。このサイズね、ドムとかちょっとでかいモビルスーツは、違うんですけど、この300円で買えるね、キューキットは、だいたいこのランナーが、よいしょ、2枚ですよね。はい。ちょっと待って。はい、2枚。なんだけど、あれか、ビームサーベルが、あれか、別？じゃん、ガンダムもビームサーベルは外についてたけど、こんな感じではなかったと思うんですよね。あと、これすごいマニアックな話するね。ここに、これ珍しいですよね。わかります？ここ。ここの枠がないんですよ。これなんでかっていうと、足のこのつま先が、この枠よりも外に出てるので、これ多分金型のギリギリなんでしょうね、これはね。金型って当たり前ですけど、その金型はいろいろやろうと思えば作れるとは思うんですけれども、その金型をその備え付けて、そのプラスチックを流し込むっていう、その大元の動かす機械っていうのは
まあ、当たり前ですけど、同じじゃないですか。だから、その金型がはまる枠っていうのが多分決まってるんだと思うんですよね。なので、多分この、ここがないっていうのはすごいですね。すごい、なんか、多分こういうところにね、こういうところがね、すごくね、なんかね、感動するんですよね、僕ね。ランナーの状態で、変わったところっていうのかな、そのあすげえ工夫されてるなっていうのが分かった時ってなんか感動するんですよ、うん、なんか理解されるかどうか分かりませんけどね、うん、はい、まあいいです、はいまあでもね、あれだよね、組み立てちゃったら分かんないところだよね、うん、だからよく積みプラとかでさ、ほら積みプラを批判する人いるじゃないですか、プラモは作ってなんぼだっていうね、もちろんそのプラモデルっていうのは作った方が楽しいと思うんですけど、僕は積みプラをすること自体が楽しくて、なぜかというと、まあ、積みプラってね、ほんといろんな自分の思い出とかそういうのもね一緒にこう残るじゃないですか。それとこのランナーの状態で楽しめるんですよね、このパーツ割りとかそういうのを見るとかね、あとこの成型色ね、こういうの色とかね、そういうのもね、なんか楽しめる、いろんな楽しみ方ができるので、僕は積みプラはね結構する方です、はい。というわけで、まあサクサクっと、まああのあれだよね、ギャンって結構後の方に出たモビルスーツのプラモだったと思うので、うん、まあそこまで変なプロポーションじゃないんですよね。まあこの写真の撮り方がね、ちょっとまあ、いまいちではあるし、やっぱり足首の関節がね、ほら、一軸って軸ね、一軸二軸の、要はその、可動域が、この、スイングするだけ、この横のこの傾斜角っていうのかな、まではつけられないので、どうしてもこう、ぎこちないポーズになってしまうんだけども、まあそこと、あと股関節な、いつものその股関節がこう開く感じっていうのかな、この絵を見てもらえれば、イラストがねやっぱりさ、かっこよく見えるのって、その足が自然な状態でね、自然な状態にこう開いてるじゃないですか。でどうしてもこうこのキューキットって取れない、キューキットってどうしてもこう可動域が狭いので、狭いというかその可動域が狭いことが問題なのではなくて、可動域の角度が決められないことが原因なんですけども、それによってちょっとやっぱりちょっと硬いポージングになって、でそれがちょっとやっぱりね、なんかいまいちな感じになってるんだと思うんですけども、だからその辺はね、まあ毎回毎回いろいろこう直しながらやってるんですけど、今回もまあそういうとこですね、股関節と足首、まああとそうね、まあもう贅沢を言えばね、胸周りとかもちょっと いじりたいところではありますけども、うん、とりあえずね仮組みしてやっていきますかね、はい。ということで、今回はですね、まあこの辺でキット紹介だけにしとこうと思います。で次にまあ仮組み的なことをして、まあ組んでって、で3回目塗装プラス完成みたいな感じでやっていこうと思います。まあいつものようにね、3回に分けて、キューキットを作ろうのコーナーをですねやっていく予定ですので、ぜひ次回も楽しみに見てみてください。楽しみに、ね、していただけたらなと思います。うん、今日はもうほんとキットの紹介だけですね。あとなんだろうね、なんか気にするところ、まあまあなんかね、細かいことを言い出すとね、ほんとね、いろいろいじりたいところは出てくるんだけども、そうするとねちょっとね、もう HGUC 買っちゃえよっていう話になっちゃうんでね、そのキューキットはキューキットなりの楽しみ方があると思うので、うん、そんな感じでいかに手間をかけず、まあ主に塗装だよね、塗装でなんとかこうかっこよく見えたらいいなとは思ってます。うん、はい、ということで、もうさっきから何回も遠いことでって言ってるんですけども、今回は、キューキットを作ろうのコーナーのギャン、1回目になります。ぜひ、なんだろうな、良かったという方はですね、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。最近ちょっと車の動画が多くてあれなんですけども、一応プラモの方もねこれから頑張っていきますので、よろしくお願いします。では皆さん、次回また別の動画、もしくはねこのギャンの続きの動画で、ね
お会いしましょう。バイバイ。またね。というか、まあね、やることは一緒ですからね。